こんにちは、そして私のチャンネルへようこそ。このチャンネルでは毎日、神の創造の美しさと素晴らしさを探求しています。今日は、優雅さ、スピード、敏捷性で知られる壮大な動物、ガゼルの世界に飛び込みましょう。ガゼルの魅力的な特性を発見し、その創造から私たちが学ぶことのできるスピリチュアルな教訓を明らかにしていきます。ガゼルは美しくエレガントな生き物だ。そのほっそりとした体、長い足、鋭い視力は自然の生息地に完璧に適している。信じられないほどの速さと敏捷さで走るガゼルの能力は神の驚くべき設計の証である。聖書には、主は私の足を鹿の足のようにされ、私を高みに立たせられる。詩篇18章33節とある。ガゼルは乾燥した荒野など最も過酷な環境でも成長する。しかし神はこの生き物にそのような厳しい条件下でも糧を見出す能力を備えておられる。水を見つけまばらな草を汲むガゼルの能力は私たち自身の人生における神の備えを思い起こさせる。聖書には、主は家畜に草を与え、人に耕す草を与え、地から食物を生み出される。詩篇104章14節とある。ガゼルの最も顕著な特徴の一つは、その警戒心と捕食者から逃れる能力である。鋭い感覚と電光石火の反射神経で、ガゼルは素早く危険を回避することができる。このことは、霊的に警戒し、この世の罠や誘惑から逃れる準備をすることの重要性を思い起こさせる。1ペテロの手紙第1、5章8節にはこう書かれている。あなた方の敵である悪魔は食い尽くすものを求めて吠えたける獅子のようにうろついています。聖書全体を通してガゼルは様々な霊的真理の比喩として用いられている。その素早さは神の解放を、その優美さは美しさと優雅さを、その注意深さは霊的警戒を表している。ガゼルの特性を観察するとき、私たちは神のご性質と私たち自身の人生において目指すべき資質を思い起こす。ハバクク3章19節には、主は私の足を鹿の足のようにされ、私を高みに立たせられるとある。ガゼルは神の創造の真の脅威であり、その優雅さ、速さ、敏捷さで私たちを魅了する。ガゼルのデザインと行動を考察するとき、神の備え、霊的な警戒心の必要性、神の子として体現すべき資質を思い起きこそ、ガゼルの美しさと教訓から、私たちが神の臨在を求め、神のご性質を私たちの人生に反映させることができますように。このビデオを楽しみ、何か新しいことを学んでいただけたら幸いです。神の秘蔵物の美しさと素晴らしさについてのコンテンツをもっとご覧になりたい方は、いいね、購読、シェアをお忘れなく。ガゼルからどのような教訓を学ぶことができるか、またどの動物について話してほしいか、下のコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。